生物学分野で研究しているんですけれども、去年の4月から、DBCLS のリサーチアスタントで、今唯一の美術制作部として、やってます。で、何をやってるかというと、東宝TVのロゴ作成、その他、DBCLS 関連のいろんなロゴやアイコン作成と、ライフサイエンス分野のイラストを描いたりというようなことを主にやっています。で、きっかけとしましては、ツイッターでボンノさんのアカウントをフォローして、前回のこの収穫祭、今やっているこの UST で、内容が面白くて、私もなんかやってみたいなと思って、入ったっていうのがきっかけでした。で、普段作ってたものっていうのは、東宝ファームの各種の、この下にあるようないろんなロゴなんかを作っています。で、次にも本題なんですけれども、社会発表のスライドやポスター、ゼミの発表用に、イラストが必要だけど作る時間がないというようなことを思った方がいらっしゃるかと思うんですけれども、あとフリーのイラストや写真というのが何か普段スライドとかで使いたいんだけど見つからないっていう場合とか、探したけどやっぱりちょっとちょうどいいものがないし著作権もよくわからないというような、こんな経験がみんな一度はあるんじゃないかなと思うんですけれども、でそもそも自由に使えるライフサイエンス分野のイラスト集っていうのはないのっていうことになるんですけど、でそこで、統合ピクチャーギャラリーっていうコンテンツを作りました。で、これはですね、ライフサイエンス分野のイラストを誰でも自由に使えるコンテンツになってまして、トップページはここにあるようなこういう画面が、最初のトップページです。でアクセスの方法は g86.dbcls.jp/統合ピックと入力していただければ、このページに行くことができます。で、この統合ピクチャーギャラリーのコンテンツは現在31個のライフサイエンス分野の画像を配布してまして、イラストは、こっちの画面を見ていただければ分かるんですけど、実験器具、実験装置、細胞、顕微鏡などがいろんな、生物系の画像を収録してまして、それらの画像を SVG という形式と AI 形式でダウンロードすることになっています。で、これらの画像っていうのはクリエイティブコモンズ表記 CC by 2.0 という、表記で、この青いところに書いてあるんですけども、 DBCS のライセンスブアンダー CC 表記 2.1 日本、もしくはその下の表記で、これらの表記があればイラストの使用、二次配布の改変というのは何でもいくらでも可能というようなコンテンツになっています。で、このクリエイティブコモンズっていうのは、さっきのミッキーさんのボディーパーツ 3D の話でもちょっと来たんですけど、このクリエイティブコモンズってそもそも何って思ってる人もいると思うんですけど、そのクリエイティブコモンズというのは、情報を共有しようとすると、常に知的所有権法や著作権法というようなものが障害になる場合があります。で、クリエイティブコモンズによってそのような法的問題というのを回避できるというのがクリエイティブコモンズの、便利なところになっています。で、この図を見ていただきたいんですけども、この C という方が、全ての権利が主張されている、コピーライトが存在しているものです。で、奥の PD と書いているのがパブリックドメインで、全てのすべての権利が保持されているもの。で、クリエイティブコモンズというのはこの、著作権があるものとないものの中間の部分を、埋めるような、ライセンスになっています。なのでこの部分がサムライズリザーブとして、いくつかの権利は主張されているけれども、使用するには、ある程度の、許可があればやっていいよというようなになっています。で、ちょっと細かく CC ライセンスの種類というのを、説明しますと、作品のクレジットを表示するしなければならないという場合というのと、元の作品を、改変してはならない、改変禁止という場合、あと営利目的での利用しないことという場合と、元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンスで公開することという、これらの4つをそれぞれ組み合わせて、これらの、中間的な部分というのを埋めているというようなライセンスになっています。で、東宝ピクチャーギャラリー自体は CC by 2.1 というライセンスを用いていまして、これは作品のクレジットを表示するということを守れば、改変営利目的での二次利用も全て許可される、クリエイティブコモンズライセンスになっています。
福島に東北ピクチャーギャラリーというあの高自由度の高い、CC バイ 2.1 機のライセンスということになっています。で、次に東北ピクチャーギャラリーの使用例というのを説明したいんですけれども、ピクチャーギャラリーのトップページのところからそれぞれのイラストをクリックして、表示されるページから、データがダウンロードすることができます。で、ダウンロードしたデータをまあ、イラストレーターでも何でもいいんですけれども何かのソフトウェアなんかでイラストを改変したとします。でそれを、自分の学会発表やポスターなどで、図を使用する場合には、このようにこれは例えばスライドの場合なんですけれどもニラ細胞における遺伝子発現とかで、統合ピクチャーギャラリーの図を自分で一部改変して使用した場合にこの下の部分2011ニッティ PCLS ライセンスカウンター CC 表示に日本というような表記があれば、いくらでもこういうことをやっていいというものです。で、ダウンロードの仕方なんですけれども、統合ピクチャーギャラリーのトップページから、それぞれのイラストをクリックした後にこういうページが表示されます。で、このページのこれ自体も、ダウンロードできるんですけれども、より大きな画像とか、改変したりベクターデータとしてソフトウェアで、いろいろいじれるようなデータというのがこちらに表示されている Adobe Illustrator 10形式ファイルと SVG 形式ファイルというこの2種類になります。で、こちらを右クリックもしくは、オプションキークリックして、ダウンロードしていただければデータがダウンロードできます。で、そもそもこの Illustrator 形式 SVG 形式とかって言いますけれどもベクター画像って呼ばれているものなんですけど、それが何なのかっていうのを説明します。で、ベクター画像っていうのは、イメージを図形の集合体として捉え、輪郭やパス、座標位置や大きさ、方向を数式で記述するというような表現形式で、まあ、簡単に言いますと、拡大縮小しても画像が潰れないような、全部パスが保持されて、座標データになっているものというのが SVG などのベクター画像。で、JPEG やビットマップ、PNG なんかの、拡大縮小すると、それぞれの画素が大きくなってしまうようなものが、ラスターバージョンと呼ばれるような画像になっています。で、その SVG AI ファイルというのは、SVG というのは、スカラブルベクターグラフィックスという略で、まあ、この上記のベクター画像というのの一種になります。で、AI ファイルって何っていうのは、Adobe Illustratorというソフトので開くことができるファイル形式になっています。で、統合ピクチャーギャラリーはこの2種類で今のところ画像を配布しています。で、私が今までに作った統合ピクチャーギャラリーの画像がこちらにあるんですけれども、まあ、結構いろんなものを、まあ、そこそこ写実的に描いた感じのもので、全部これはイラストレーターで作っているんですけれども、で、今後もさらにイラストを増やすことになっています。でまあ、ちょっと今後やることというか少し悩んでいくこととして、配布する画像の形式というのを、まあ、どうしたらいいのかというのがありまして、その先ほどの SVG や AI ファイルだけで本当にいいのか、ソフトによって読み込めるファイル形式が異なるけれども、まあ、みんなが一番使える画像形式というのは何なのかみたいなことももうちょっと考える必要があるかなと思っています。で、次にイラストレーターについてなんですけれども、先ほども言ったように統合ピクチャーギャラリーのイラストというのは全てイラストレーターで作っています。で、まあ、イラレのメリットというのはさまざまな機能があってベクター画像を簡単に作れる、で、いろんな配置を書き出せるというのがあります、まあ、デメリットとしてはやっぱりちょっとソフトが高額なので個人では手が出しにくいかなというようなことがあります。で、まあ、全体をまとめますと情報を伝達するにはやっぱり図とかイラストというのはかなり大事かなと思います。それで、クリエイティブコモンズでライセンスされたイラストを賢く使って快適な研究生活を送りましょうというのがまとめです。で、次に DBCLS でバイトしようということで、統合ボイドではいろんなバックグラウンドの人がそれぞれの知識を持ち寄って便利なコンテンツを作っています。で、普段の研究以外で何かやってみたいとかちょっと物足りない、視野を広げたいなと思っている人には確実にいい環境だと思います。で、少しでも統合劇場が気になった方は、ぜひとも見学に来てください。ご清聴ありがとうございました。以上です。
です。